この市場で売られてないもん探すのはちょっと難しいな。日用雑貨はもちろん、ゆりかごから墓場まで、拳銃から核弾頭ミサイルまで何でも揃うんだ。ペットだってミジンコからクジラまで水槽の中を泳いでるし、檻の中には絶滅したはずの恐竜が優雅に歩いてら。人身売買さえ普通に行われてるで。ほら、あれ見えるか。中央広場で今、ムチ持ったシルクハットのいけすかねえ野郎が裸の小娘を競りにかけてんだろう。あんた、一つあれ、メイドにどうだね。あ、そう。ま、人それぞれだからな。あ、幼女とかなら、この通路の先に自動販売機が並んでる。手動式だから時々詰まるけどな。他には、抽象概念なんかの売買も結構盛んだぜ。愛とか夢とか生きがいとか、段ボール箱や紙袋に入って一山いくらで売られてら。非合法な危険思想もちゃんと非合法に入手できるし、才能もキャラも、ジャンル別に各種揃い、なかなか充実してるな。寿命なんか、一日単位で買えるよ。いやいや、そんな高くないって。何しろ近頃、売るやつがやたら多くてさ。それから、幽霊や妖怪、妖精や天使。さらには、とんでもなく高額にはなるんだが、天に増します我らが神様さえ、ちゃんと商品化されてるんだぜ。へへへ、笑っちゃうよな。え？なんだ。あんた一文なしかい。金がなけりゃ、見物するだけだね。